アッシュレディオ。さあ、今日も始まったわけです。今日も始まったわけです。よく今日も始まりました。当たり前じゃないですよ、これ。当たり前じゃないよね、本当に。なんで今日も始まるのっていう。すごい、毎日そうだね。当たり前だと思っちゃいますよ。アッシュレディオが始まらないとみんな心配しちゃうから、ええ、我々の気分次第ですから。皆さんの朝は。そんな権力を持っているわけなんですけども、権力は正しく使いましょう。権力はね、正しく力を一番美しく使う。なかなかできないよ。みんな振りかざしますからね。権力持っちゃったらね。なんでだろう。それは権力を持った方がないから、持っちゃうとそうなっちゃうから。まあまあまあ、みんなその力を使いたいんですよね。力を持ってるっていうことはやっぱりこう、だから金持ちになったらブランド物を持つみたいな、そういうことです。俺は力があるぞっていうのをこうみんなに見せたいですよ。言うわけにはいかないしね。そうですそうです。俺は力があるぞって言いながら歩くわけにはいかないし。そうです。ああ、そういうことです。じゃあ行きましょう。吉岡さん、おはようございます。アッシュレディオの質問お願いします。はい、1回質問です。ちょっと僕の仕事に関する質問が来たんですけど、はいはい、普段吉岡さんはどんなお仕事をされてますか。一般的に秘書というと常に社長のそばにおり、スケジュール管理からの何から何まで多岐にわたるお仕事をされているイメージです。しかし吉岡さんは常に芦田さんと一緒にいるイメージがなく、大変失礼ですが出社してお仕事をしているイメージもありません。ああ、そうなんだ。ぜひ A ロホールディングス芦田の秘書吉岡さんの詳しい一日が知りたいです。また、ああいいです、ね、吉岡さんが前職と比べて現在の仕事の魅力や芦田さんの秘書として学んだこと、苦労したことなどを教えていただけると幸いです。ああ、いいですね、よろしくお願いしますっていう。でも吉岡の回ですね。吉岡の回で俺一般的に秘書っていうと確かに社長のずっとそばにいてカツカツスケジュール帳を持ってるイメージありますよね。何なんだろうな、そのイメージ。社長2時から会議です。5時から打ち合わせで銀座です。何なんですかね、それ。完全になんかドラマとかそういうあれじゃない。ああ、まあそうですよね。でも吉岡さんは何してるんだろう。スケジュール管理は芦田さん自分でやってますよね。まあ、なんすかね、秘書といえど、まあ、もともとはあれですよね、アシナができないことを全部お願いしますっていう、そういう、そうです、ね、そういう契約ですかね。そうですね。ポスト開けてくださいね。銀行行ってくださいね。飛行機取ってくださいね。僕がハンバーグ苦手な、そのディフェンシブなところをやっていただける方。そうですね。だから別になんか出社とか出社ないとかなんかないですよね。そうね。現在の仕事の魅力、なんだろう、できないことが多すぎる。あー、ポジティブな人です。いや、なんだろうな、いや、ぶっちゃけちょっとできると思ってたんですよ、自分が。ちょっとできると思ってきたら絶対できないっていうのに気づいたっていう。あー、なるほど。だ、それでなんだろう、やっぱりまあ良くも悪くも芦田大輔が求めてるレベルはまあ高いんで、そこになんかアウトプットを答えていかなきゃいけないっていうまあプレッシャーと、まあとはいえ自分が知らないことをめっちゃ日々学べるっていうのはありますよね。だからなんかめちゃめちゃありがたいポジションだと思いますよ。ああ、いいですね。だってもう年中ラジオやってるみたいな感じですよ、僕からしたら。確かに。年中ラジオやってて、なんか、あ、その話ラジオでみたいなのがいつもあるっていう、常に。そうですね。だからそうだね。多分、思い描いてる秘書像ではない気がしますけどね、皆さんが。そうっすよね。多分。なんか、スマートな感じじゃないよ。なんかもう、あらゆることをやってるから。まあ、朝起きて、早く起きて、まあ、ビーツとそうそうジェントルマンやってだから日常の業務だったらもう朝8時には終わってるんですか。終わってる終わってる。だからめちゃめちゃなんか6時半に終わる。いい仕事って言ったらもうめちゃめちゃいい仕事ですよ。朝6時半にもう全部仕事が終わってるっていう仕事です。あとは僕との打ち合わせって言ってもラジオと、まあ、基本的にラジオ
基本的にラジオで、ね、ラジオの前後でちょっと打ち合わせしましょうかぐらいの話ですか、はい、いや、そうですよね本当だよ、うん、で、まあ15時、16時にはもう帰るしすいませんってそうなんだよな。ちょっとこれ以上の仕事がもしあったら、あの、皆さん教えてほしい次行きましょうか。はい、はい、はじめまして、いつもアシレイジを聞かせてもらってます。質問お願いします。人の喜ばせ方について教えていただきたいです。ほう。僕は人を喜ばせようと思うと、どうしても都合のいい人間になってしまったり、プレゼントしまくるなど、お金で解決する方法になってしまいます、うん、おそらくアシナさんの言われている人を喜ばせまくるというのはそういうことではないと思うので、詳しく掘り下げて教えていただければと思います。まあそれでも全然いいですけどね、プレゼントするとか。まあ自分に合った喜ばせ方をしたらいいんですか。自分に合ったよ。プレゼントを渡すのが好きなんだったら全然それでいいし、僕はちょっとプレゼントを渡すって結構苦手なんで、なんか会う人が多ければ多いほど、うわこの人に渡したけどこの人に渡してないのってもういろいろこう気を使わなくちゃいけないじゃないですか、だから僕は基本的にはその企画とか仕組みとかを作って、そこに入ってくる人たちがめちゃめちゃ喜べばいいなっていう、そういう極めて資本主義に向いた喜ばせ方をしてますけど、はい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 、人を喜ばせようとするとどうしても都合のいい人間になってしまうっていうのは、これは、ああなるほど、それはだからちょっとあれですね、あれモテないんじゃないですか。モテない、要は都合よく相手を喜ばせようとすることが相手が喜ぶと思ってるわけですよ、うん、例えば吉岡さんにご飯を持ってってあげて、うん、吉岡さんのお尻を拭いてあげて、うん、吉岡さんを寝かしつけてあげてっていうことが吉岡さんが一番喜ぶ方法だと思ってるわけですよね。だからその依存させることが喜ぶ方法だと思ってるっていうのが、まあ、一番こう自分自身がスケールしない方法ではありますよね。それよりもいかに相手をどうやって相手を自立させることで喜ばせるかっていうことの方がスケールするんですよね。もっと多くの人を喜ばせることができるっていう。相手を自立させる、だから僕が吉岡さんを喜ばせようとした時に、吉岡さんが自分一人でも仕事ができるようにするっていう風にした方が、吉岡さんが自立して自分で稼ぐことができて、お金も増えて吉岡さんが喜ぶじゃないですか。ってなったら僕はもう何もしないじゃないですか。あー、逆説的にね。はい。でも吉岡さんが仕事ができるようにって言って、吉岡さんの仕事を全部やってあげるんですよ僕が。そしたら僕できるようになる。そしたら吉岡さんは仕事がなくなるから短期的に喜びますよ、やったーっつって、でも吉岡さん実力がついてないから、ちょっとなんか誰かに吉岡さんこれできてなくないですかって言ったら吉岡さんもう傷つくんですよ。でも傷ついたとしても僕が何とかしてあげちゃう、はいはい、で僕がいなくなったら一気に稼げなくなっちゃう。そしたら吉岡さんはなんかアシナにいろいろやってもらってるけど全然意味ねえよって吉岡さんは文句言うようになるんですよ。やってもらってるくせに、はい、あだからあのマザコンのやつが母親に飯まだかよとか、何度起こしてくれないんだよとかって言うマザコンのやついるじゃないですか、はいはい、子供とかもそうだと思いますけど、あれだからやってもらってるくせに文句言ってるじゃないですか。ああはいはいはい、はい、あれが起きるわけです。そうするとその子は稼げるように待ってないし、やってもらってる文句言うような人間にもなるし、やってあげてるこっちがめちゃめちゃ大変じゃないですか。やばいっていうのがほとんどの人がやっぱそうなっちゃう。ほとんどの母親もそうなってるんですよ。あ、やってあげすぎちゃってる。そう。だから自立させるっていうことをちゃんと自分が勉強して自立させるっていうアプローチをしないと、それはもう大変になりますね。それそのまま大人になっちゃう。そしたら他人に依存しないと生きていけないみたいな。そう、みんなそうなるんで、だから人を喜ばせるってことを学ばないと、あ、これやってあげたらいいんだ、これやってあげたらいいんだ、プレゼントあげたらいいんだ、こうしてあげたらいいんだっていう喜ばせ方になっちゃって、いつまでも自分が大変で文句言われながら人をなんかこう喜ばせてるんだけど文句言われて、お前これもできてないのか、頑張るんだけど文句言われてっていう人めっちゃ多くないですか。それつら。頑張ってるけど喜んでくれないんで、それは依存させようとしてるからです。
だからそれを彼の言葉で言うと、なんて言ってましたっけ、使い勝手がいい、都合のいい人間になって、都合のいい人間になってると感じてると、だからそういうことです。あ、やってあげてるけど承認されてないみたいな。そう、それは自分が依存されようと思ってるからじゃないですか。うーん、あなたがダメなのって言わせようとしてるからです。うん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 、はいはいはい、そう言わせないようにしちゃっていけないんだね。そう、それはですね、寂しいんですよ。あ、人間っていうのは、はい、え、別にあなたがいなくても生きていけるから。だって自分が母親だとしたら、うん、え、別に母さんいなくても生きていけるよって言われたら、母さんは寂しくないですか。寂しいね。これに勝てないです、母親が。これ社長もそうですよ。社長も、え、別に明日さんいなくても全然僕やっていけますけどって言われたら寂しいんですよ。だからもういろいろやってあげようとしちゃうんですよ。それをちゃんと勉強して、それに勝って、いや別に明日さんいなくてもいいですけどねっていうふうにしないと組織が成長しないですよ。サイバーエージェントの人とか、藤田さんがいないと、藤田さんがいないと仕事ができませんとか言ってる人いないと思いますか。いないね、100%。いや、あの人何やってるんですかね、まあ自分がやることはこれなんで、うん、っていう組織にしていかないと、うん、ダメなんですよね。あ、こういうやっぱりその自分の本心、本能的に感じる感情と実際のマネジメントとか、ビジネスっていうのは、まあ、特にマネジメントっていうのは相反してることがものすごく多いんで、学ばないとなかなかうまくできないっていうのはそういうことなんですよ、ね、という非常に大きなヒントを与えた回になりました。ありがとうございました。